ブランカニエベス・フェルナンデス・オチョアは、スペインの元アルペンスキー選手。マドリード生まれ、マドリード州北部グアダラマ山脈に位置するセルセディーリャで育った。1980年代後半から1990年代前半に活躍し、1992年、アルベールビルオリンピックで、銅メダルを獲得した。フェルナンデス・オチョア家はスペインを代表する、 スキーファミリーで長男のフランシスコをはじめ5人の兄弟が冬季オリンピックに出場した。ブランカは1980年のレイクプラシットオリンピックに16歳で代表となり、回転18位となった。1981年にアルペンスキー、ワールドカップデビュー、大回転で15位となった。1984年サラエボオリンピック大回転6位、入賞。 1985年、アルペンスキー世界選手権では、大回転9位、回転14位となった。1985年3月3日に、アメリカ合衆国、ベールで行われた、大回転で、ワールドカップ初勝利を挙げた。1987年、アルペンスキー世界選手権では、スーパー大回転10位、大回転、回転ともに5位となった。 1988年のカルガリーオリンピックでは、大回転で1本目ラップを奪ったが、2本目は途中、危険となってしまった。スーパー大回転21位、回転は5位。1992年、アルベルビルオリンピック回転で、銅メダルを獲得、おちょあけ2つ目のオリンピックメダルを手にした。このシーズン限りで現役を引退。ワールドカップ通算4勝、総合4位が、 最高位。2019年8月22日にセルセディジャ山脈で行方不明となり、捜索が行われていたが9月4日に死亡していることが確認された。56歳没。ありがとうございます。